選手からザック批判どうせ本田や長友としか話さないブラジル糸20日日本時間21日初ご乱心だけじゃないサッカー W 杯ブラジル大会で一時リーグ C 組の日本は10人のギリシャを崩せずスコアレスドローで決勝 T 進出には奇跡が必要になったアルベルトザッケローニ監督の不可解な采配に批判が集中しているが。 低迷の原因はそれだけではなかった。舞台裏を探ると、チーム内で指揮官に対する不満が充満していたことが判明した。ボール支配率は68%と圧倒的に攻め込みながらも、一人少ないギリシャからゴールを奪うことはできなかった。痛恨の勝ち点1で、決勝トーナメント進出は極めて厳しくなった。FW 香川慎治、マンチェスター、ユナイテッド、 のベンチスターと BF 吉田真矢さんンプトン、を前線に上げた、タワープレイ、交代枠を使い切らず、評論家の解説を待つまでもなく、ザックの、采配、を上げればキリがないが、それ以上に深刻なのが試合前からイレブンの心が、ザックから離れてしまっていたことだろう。ある代表選手は、監督がちゃんと話を聞いて、 考えを伝えるのは一部の選手だけですから、とチームの内情を明かした、要するにザックは、お気に入り選手である FW ・ホンダ系タスク、AC ・ミランや BF ・長友・タスクと、インテルが限られた選手としか意見交換をしてこなかったというのが、指揮官はチーム編成にあたり、エース・ホンダのパフォーマンスを生かすことを最優先 の意向はメンバー選考や企業法にも強く反映されたホンダも期待に応えるためチームをけん引し結果を出し続けたすると指揮官はホンダへの依存度をさらに強め結果的に他のイレブンを軽視するようになったザックはチームが不振に陥るとホンダら一部選手とだけ修正点を話し合うたとえホンダが不振を極めても周囲の選手を変えることで対応をて ホンダ中心に進み戦略の意図を知らされないイレブンは戸惑い不満を抱くようになっていったというその悪い部分が出たのがギリシャ戦だった指揮官はホンダを生かすため香川を先発から外した試合後ザックは戦術的な理由だ最後に力を入れ相手を疲れさせようと彼は中央への動きが多いのでこのような決定をしたと説明したが その意図は周囲に伝わっていなかった。この博打采配は負けの連鎖をもたらした。香川に代わって先発した FW 大久保義と、川崎について、主将の MF 長谷部誠、ニュルンベルクは、義とさんは全部自分にボールをよこせというタイプなんで、ただ、彼のところに全部ボールが集まるわけじゃない、と、困惑の症状を浮かべたように、選手の混乱は広がった。 ザックが大きな代償を支払ってまでも生かそうとしたホンダは、ビビ初戦で、マンオブザマッチ、MOM に選出されたものの、効果的なプレーは少なく、チームに勝利を呼び込むことは、できなかった。残るは C 組1位の強豪コロンビア戦、24日、同25日、日本は最後の意地を見せ、決勝トーナメント進出に一縷の望みを託す。 指揮官に不満を貯めた日本チーム不満を解消できるか、監督の考えで練習を一日休み気分新たに頑張ってほしいですね。